ヘベレ系。パッコ参入とか書いてたけど、パッコバテた。パッコバテた。うん、パッコバテバテ。だから、もっこ頑張れ。そういう参入だったんですね。そう。グルーブぐらいし、してあげようかなと思ったけど、グルーブできねえ。グルーブもできない。うん、バテバテ。ヘベレ系よ。ヘベレ系ですか。うん、ヘベレ系。バテた。今日はしんどかった。よし。でも何気に可愛いね、それね。何気に可愛いですね、うん、色も可愛いね。なんか暑くなってくるとやっぱりこういう手抜いたぐらいの感じのワンピって楽そうでいいね。いいいい。手抜いてるわけじゃないけど、うん、うん、よし。紹介しておけ。でもこれブログでやる。あ、すればいいじゃん。ブログで紹介しなさいよ。これ綺麗なんだから。ブログでやんなさいよ。終わったらリポビタンで一本飲ませてあげるから。やった。ファイトだよ、ファイト。ボックス黄色、はい、赤とかでも可愛いですね。うん、うん、ちょっとやりすぎ。いや、いいかな。うん、いいかな。やって、もうほら皆さんお待ちだよ、そこで。じゃあ黒がいっか。うん、グダグダやってるので、うん、やっぱり黒がいいかな。はい、それはでもいいと思う、すごいいいと思う。これいいですよね、うん、毎回遅れて申し訳ございません。今日はまた一段と朝からね、予約のお客様が何人かいらっしゃって、めっちゃ忙しくてありがたいことです。パッコ疲れた。立てない。パッションさん今日ずっと立ちっぱなし。そう、そう、2号店の手伝いしてたらね、パッコはもう飛び込み飛び入りできない。立てない。ヘロヘロです。というわけで口はまだ動くから体が動かない。やばいね。口動きますね。口は動く。まだ動く。立つのがしんどい。もう動くのがしんどい。そんなわけで、頑張れもっこ。はい。はい。皆様こんばんは。こんばんは。スナックインスタライブモップチャンネルです。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。すいません。また開始が遅くなりましたが、どうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。どうですか。うん、参入できないのがなんか悔しい。せめてグルーブぐらいは一緒にやろうと思ってたのでね。本当ですよ。はい。立てない。立てない。はい。うん、はい、今日はですね、うん、初公開と、はい、初公開、うん、もう暑くなった今からちょうどいい綿のワンピースご紹介したいなと思います。はい。はいはい、ちょっと力みが抜け切った感じのね、ワンピースだけど、はい、これもまた、はい、いいかな。このメーカーさん夏に割とこういう感じの出してきて、うん、去年も確かインスタライブでなんかオレンジっぽいのとかご紹介したと思うんですけれども、うん、今年の色はこのピンク、その辺の色もいいね。そうなんですよ。このイエローとグリーンになります。ちょっと草木染め風のね。そうですね、うん、なんか自然な色なんですけど、はい、地味でもない。そうそうそう、なんかいい感じ、うん、
あらら、ここがこういう感じで、うん、結構シャーリング効いてまして、はい、前秋になります。なんか色が可愛いですよね、うんうん、でこう秋はそこまでは開かない感じで可愛いですね。ね、可愛いですよね。なんか可愛い、うん、ここは上まで留めることもできますし、うん、下まで開けることもできます、うん、そのうちなんか可愛いのなんかの正体を突き詰めなきゃね。はいですね、うん、これめちゃくちゃフリーサイズよね。はい、どのぐらいフリーサイズ、バスト1メーター20ぐらいある方でも楽勝だね。で、あの肩がここまであるので、うん、こっからこうまっすぐ落ちるので、うん、腕がこうやった時に、うん、あんまり腕が目立たない良さがあります、うん、前から見ると、うん、でこうなってこうなります、うん、背中も目いっぱいギャザーで伊勢込んでますね。そうですね、はい、あ、写真お願いします。あ、はい、大分量です。すごいあのもう涼しくて、うん、着てないしね、着てなさそう、うん、飛んでっちゃえみたいなね。うん、ああ本当だ、飛んじゃった。で、着丈は、はい、割と小柄な私が着てふくらはぎ下ぐらいの丈になります。これは超ロングって感じではないんですけど、うん、着やすい丈です、うん。これは170、180ある方でも全然普通に着れるね、ワンピースでね、うんうん、全然着れます。180って言い方あれだけど、本当に身長が高い、もうスーパーモデルサイズの人でも着れちゃうね。着れます、着丈はね。でベルトしてもいいし、うん、もうこのままゆらゆら着ていただいていいと思います、うんね、暑くなるとゆらゆらがいいですね、うん、ちなみにベルトをするとどうなる。ベルトすると、はい、うんうん、いや何でもいいじゃない。いやいや、サッシはきついよ、うん、そっちの方がいい。体が動かなくなってる、口は動く。本当ですね、うん、すごいね、うん、才能っつうんですか、これ喋る。本当ですね、うん、こんな感じになります。ちょっとピリッとなるかな、あんまりこう、あんまり気楽になりすぎたくないっていう人はこのぐらいでいいかもね。そうですね、うん、いい感じになります。はい、うん、いい感じ、うん、で、こちらが、はい、このピンクと、はい、この優しいイエローと、はい、この注目カラーのグリーンです、うん、はい。ああ、写真？あ、すごい。ん？パッションさんもすごいってなんだよ。あ、喋り？喋り？もうね、疲れてても喋れるっていうところが。今日はね、お昼ぐらいからずっと2号店手伝ってて、ずっと喋ってますよ。座る時間なかったもんね、全然。休憩もね、モッコとパッション取れてなくて、そう、食事もできてなかったんですけど。ずっと立ちっぱなしで、うん、立ちっぱなしで、もうね、ダウンとか言って15分前、20分前に座り込んじゃったら動けなくなった。あ、でも口は動く、口は動く、すごいすごい。はい、こちら、はい、値段1100で、はい、あのこちら今は軽くアイロンかけてますけど、うん、あの洗いざらしで着ても大丈夫なものなので、うんうんうん、あのノンアイロンでもいいと思います、うん。基本的にこれはもうアイロンいらないね、これを着る感覚だとね、うん、本当にね、自然な感じで着ていただきます、うん、こちら綿100で、フリーサイズ、うん、税込みで 12,980 円になります。お手頃ね、うん、はい、本当に着やすいのでおすすめです。はい、でもモッコは意外にそういうピンクって似合うね。あ、ありがとうございます。うん、可愛いピンクって似合わないけどさ。ああ、そうですね。うん、腹立つけど。青みピンクですね、うん、これは。そうそうそう、パープル系のね。そうですね、うん、ピンクだからいいかなと思います。うん、はい。
じゃあ次は同じシリーズのブラウス着るので、うん、ちょっとパッションさんおしゃべり、はい、おしゃべり、はい、お願いします、うん、立てなくなっちゃったパッションさん口はまだ全然動きますからね。さすがです。うん、あ、まああんまり先の余計なことは言わない方がいいね。でも言いたくなっちゃった。なんだよ、え、なんだよ。いや、ほら、あの自由が丘でショーライブをやろうと、ほぼやれなかったらね、まだみんなスタッフみんなとも話してないんですけど、モッコと2人でだいたいこう来月以降月に1回全員自由が丘店に集まって、土曜日の第何週目かを毎月1回、目白店は夕方5時か6時に閉めて、自由が丘店で7時ぐらいからあのファッションライブ、島明全員集合のファッションライブをやりたいねという話を今しているところですね。まだあの予算とかそういうのが一切お金がないもんですからできないんですけど、できればそのたんびにヘアメイクとか少し入れて、トータルで本格的なファッションライブやりたいねっていうやりたいねなんですけどね、まあそこのところまでちょっと話をしているところです。何かいろいろこうもっとこういうのをしたら楽しいのにね、こういうのしてみないとかいう意見ありましたら、ぜひあのご意見ください。参考にしたいと思います。こんばんは。これもかわいいです。うん、かわいい子。お、かっこいいじゃんね。うん、お、その子明け。そう、その子明けしてみました。あ、うん、あ、いいじゃない、その子明け、ね、うん、あ、この感じちょっといいじゃない。なんかね、うん、こんなに分量たっぷりなのに、あらあら、うん、いい感じですよね。あ、いい感じ。あ、ね、うん、あとね、襟の感じ、はい、ノーカラーの、はい、すごく楽しみです。あーねー、うん、かなり楽しいものにしたいなと思ってます。あの広さを使いたいねって言って、あそこをなんだっけ、ランウェイにしてね、ランウェイ使いながら形だけのファッションショーみたいのをね、ちょっと島く自由が丘店で、はい、全員向こうに集まって、女王ももっこもね、クマも勝手に言ってるだけです。うん、まだ勝手に言ってるだけ。そうそうそう、そう、まだみんなには話してないんですけど、一応新谷さんも出れるといいですよね。構想としてね、で自由が丘のスタッフもそのままね参加する感じでやりたいなと、ほぼやりたいと勝手に言ってる。そうそう、勝手に言ってます。あ、ごめんなさい口は動く動く。本当ですね、はい、元気になっちゃって。あ、いやいやいや、はい、ですね、これが意外に良かったです。いいね、着てみると。うん、すごくいいね、うん、色かな。モデルは揃ってますよって。そうですね、うん、バッチリ、ありがとうございます。優しい。そう、そう、あ、そんなに、そう、モデルウォーク、腰、やばい、私腰振り振りとかじゃないけどね、なんかつまずかない程度に普通にやって、もうね、うん、あの回を重ねるごとに歩く距離が短くなったりして、短くなりそう、もうこのぐらいにしてください、うん、ただできればね、ヘアメイクとか少しやりたいねっていう話はしてたんだけど、ちょっとまだそこまでできないね。はい、まあまあ、あの細々としたところから、ね、そうですね、そうですね、うん、さりげない、はい、ただあのね、広い広いスペースをちょっとね、うん、明るいのでね、うん、あそこはね、せっかくだから存分に使ってみようと、はい、そうですね、はい、いいと思います。で、まだ勝手に言ってるだけなんです。はい、このブラウスが、はい、今ちょっと初めて着てみたんですけど、はい、着たらなんか何気にすごい良くて、はい、ちょっとおすすめかなって感じなんです、はい、いや、あのそう、特にこの襟ぐりがいいかもね、うん、なんかいいなんですよ。そうそう、あれ、もしかしてこの襟ぐりね、今回オリジナルでもやってんじゃん。やってますね、うん、ボタンでね、はい、分量があってノーカラーってよくなんかこう、はい、ポワンってなっちゃったり、うん、ポワンってなっちゃったり、うん、なんか、うん、ちょっとね、いまいちな感じになりがちな雰囲気なんですけど、うん、これすごいすっきり収まって、うん、はい、
なんだろう、形が綺麗、袖もすっきりしてますし、うん、半袖っていうところも珍しいし、うんうん、この半袖とお袖の細さ分、はい、コンパクトさに対して、うん、この身頃のふわんふわんとしたところが、うん、すごいコントラストが効いてて、うん、なんかかっこいい感じ、うん、すごいすごくいい、すごいおすすめです。かなりいいね。かなりいいですよね、うん、合ってるねえ、うん、おしゃれですよね、うん、なんかおしゃれな人みたいみたいですよね。最近キレがちょっと消えてたんだけど、意外にこの辺でキレって出てきたね。キレって出てますね、うんうん、写真お願いします。あ、はいはい、これすごい、後ろの長さもすごい、うん、これも大分量、うん、ものすごいサイズ拾えますね。ねえ、うん、かっこよくないですか？なんか。かっこいいです。いいですよね。うん、すごい、うん、いいですよ、これ。はい、ちなみに何色あるの？はい。同じ色？同じ色ですね。こりゃいいわ。これいいですよね。うん、これはいい。こちらの3色です。グリーンと黄色とピンク。ファッション一押し、そのピンク。うん、ピンクね。うん。うん。うん。ね、ピンクがいい、ね、個人的には。でこれ前全部開くので、うん、羽織にしてもいいです、うん、こんな感じで、うん、あーでもなんかこれ何気にいい、うん、パックだったらやっぱりピンク着ちゃうかな。あ、パックピンク、うん、はい、やばい、女子力高いわ、うん、女子力高いわよ、ね、うん。こちらも綿100で、うん、こちらも12,980円になります。はい、安ね、うん、で、すごいいいと思います。ね、素材感もなんかこう、いいですよ、これ。これも洗いざらしで着て大丈夫ですので、うん、すごく、なんて言うんだろう、うん、いい感じ、うん、へたりつかないっていうか、こう肌にね、ね、うん、重ならない、いい感じです。とても。これはワンサイズですか？これワンサイズです、うん、で最後に、はい、最後にじゃないんだけど、うん、このシリーズでは最後に、うん、これを着てみようかな。あ、いいんじゃない、うん、それも綺麗だよね、テカンテカンって。色は何色？3色。お、いいじゃない。着てみよう。もうそこで綺麗じゃん。ねえ。あらあらあら。何も、更衣室に行くまでもない。それと、それを着た後にさ、オリジナルのこの第1弾のフードのブラウス、相変わらず評判いいじゃない。特にサックスブルー、はい、もうなくなってきたけど、ちょっと着てみて、はい、少々お待ちください。これまた全然違うんですね、うん、ああ、本当だ。これはこれで綺麗だね。ねえ。ちょっと皆さん、この後に及んでいいのが続々。うわお、綺麗。ねえ。うん。セルロース。うん。セルロース。うん。セルロース。うん。まあいいんだよ、別に。光沢感のあって、シースルーな素材、うん、で、うん、あ、すいません、もう一回お願いします。はい。ちょっと手を離してもらっていいですか。はいはいはい、光沢感があって、うん、シースルーで、うん、すごくこうオーガンジーのような感じなんですけど、うん、セルロースを使っていて、うん、こうなんていうか肌に優しいっていうか、うんうん、オーガンジーみたいなパキッとした感じじゃなくて、うん、もっとこうしっとり、うん、した感じの素材感です、うん、ほぼシワにならないですね、これですね、うん、このグリーン系の色とベージュとこのイエローの3色なんですけど、うん、なんかこれいい感じ、
これあの前開けて羽織ってコートっぽい感じで着るとさらにすごく雰囲気あるかも、うんうんうん、開けてみたらちょっと長すけちゃう、はいはい、黒いキャミに変えてこようかな、うんうん、その方がいいんじゃない、せっかくちょっと色変えてみます、ね、はいはい、その金茶っぽいのもいい色だね、これですよね、うん、またまたちょっとお待ちください、今日はパッコさんがバテバテで動くのも疲れてる状態で誠申し訳ないです、場面がつなげません、あとあれだね、どうだろう、まだ皆さんにご覧いただいてないのが何方ぐらいあるんだろう、あと2方、だって全然そこの箱の中に入荷した商品いっぱいあるじゃん、箱の中はそうですね、うん、あと10方ぐらいはあるんじゃない、ないですか、少々お待ちください、あ、いいいい、いいですよね、うん、すごくいい、はい、あ、いいじゃん、おお、おお、なんかいいじゃん、高そう、ね、これはね、下世話の言い方で申し訳ないです、すごい高そうです、高そうですよね、はい、うん、すごいかっ、いいんですよ、いやいや、うん、マジでなんて言ったらいいんだろう、こう、うん、羽織ってきた感じのこのお袖の太さとかもやっぱりなんかコートっぽく作ってるような感じがするんですけど、うん、スリットの深さとか分量感とか、うん、なんかこうモードしてますわよ、ね、さらっと羽織る感じがすごいおしゃれですよね、うんうんうん、個人的にはこの3方のうちでこれが一番好き、あ、本当ですか、うん、ちょっと女っぽいやん、そうですね、うん、こんな感じでも、うん、女っぽいのとちょっとね、あのシルクに見えて高そう、そう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 、高そうっていうのはやっぱりポイント高いよ、大事ですよね、うん、さっきの二方が高くなさそうっていうことじゃなくて、うん、まあ普通にあのさっきの二方は涼しそうとかね、うん、あ、いいじゃんっていう感じなんだけど、これはかっこいいって感じ、ね、うん、高そうって感じ、おしゃれ、はい、こちらあの色違いのベージュを着ています、うん、ちょっとこうゴールドっぽい感じの、うん、そうゴールド、ゴールド ね、はい、色で、うん、すごいおしゃれ、いやいや、これすごいの、うん、すごくいい、かっこいいですよ、うん、いいですね、うん、羽織が必要な場面って結構あるじゃない、うん、T シャツとかに羽織、ね、これさらっとしてきて本当そうですよ ね、なんかすごい素敵ですよね、うん、何よりね、マジでシルクに見える、見えますよねこれ、うん、で着心地もすっごい気持ちいいですよ、うんうん、モッコが着ても高く見えるもん、あ、じゃあ大丈夫、うん、誰が着ても高く見える、はい、世の中の全ての女性の方にそう、高く見えますよ、はい、高く見えますモッコ着たら落とすわけじゃないんだけど、なんかほら子供が着てるような感じで、どっちかっていうとね、なんかこうアニメキャラだからそういう高価とか高級層とかいうふうにいかないの、あ、ちょっと可愛いんだな、面白いねで終わっちゃうんだけど、君が着ても高く見えるってこと、高く、じゃあ誰が着ても声を大にしておすすめ、はい、これかなりおすすめ、ねうん、本当に綺麗これに至ってはね、コトキも鼻息荒かった、自由が丘これを絶対やりたいとか、最初に小鳥くんが見つけてて、うん、でこれあのもっとないのって言って、うんうんうん、メチロンをやりたいからもっとないのって言って、うんうん、あの探してきてもらった、あ、やっぱりそうだよね、鼻息荒かったのこれいいとか言って、すごい素敵、うん、やっちゃんいまいち気は利かないけど感性は高いよね、ね、うん、こう地道に探してくれるし、そうそう、フリーサイズでこちら 15,180 円になります。ゲロゲロ、ゲロゲロ。セルロース90、ポリエステル10。シワになりにくいです。ならないですね、ほぼね。ダンボールで送ってきて、はい、昨日送ってきてくれて、
段ボールの中に入っててこの状態ですから、うん、ほぼあと袖の広さ太さこの感じがいいね、うん、袖の付けと、うん、おしゃれです。まああのまさに今、うん、旬、うん、今がモードな1枚の袖付けとか全体の作り、うんうんうん、でもこの値段でこの高級感だったら遊んでもらってもいいんじゃないでしょうか、うん、本当ですね。すごいいいですよこれ。はい、おすすめ。いやかなりいいと思う。それでで、うん、あの次私はあのパンツなんですけど、うん、そのパンツの前にそれちょっと貼ってみてもらっていいですか。とにかくおかげさまで評判が良い。他の色でもいいけどね、一番売れてるのはそのブルー。売れてるって言い方変か、動きがいいのが。特にこれは顔下で評判がいい、昨日から。うんうんうん、すごいね、見てる方、うんうん、かわいいって言われます、ね、はい。オリジナルの麻のフード付きのブラウスになります、はい、よいよい、はい、こちらですね、はい、ちょっとズームアップしてもらっていいですか。もう本当に羽織にちょうどよくて、うん、ね、この麻の透明感見てください。シャリシャリとかき氷です。こんな感じ、シャーベットのような感じです、はい、ね、このね、うん、折り目を見せてほしい、うん、綺麗です、はい、で色がこのサックスブルー、うん、ちょっと淡い感じのブルーとか、ね、はい、あと白、オフ白と、はいはい、あと今回は、春の、綿のオリジナルと同じあのデザインなんですけれども、若干ラグランの袖付けを広くしてます、うんうん、脇をね、アームをね、夏なので、それと朝なので、うんうん、若干アームを広げました。単にそれだけですけど、また普通のそれゆえに雰囲気は変わってきてると思います。これ、ね、突っ込んでいいしね、このまま、うん、羽織っていいしね、羽織ってもいいし、うん、結んだりしてもいいし、ボタン留めて、はいはい、そうですね、ブラウスで着てもいいです、はい、ちょっと留めても見てみてください。留めた感じがこれ可愛いんだよね。可愛いですよね、うん、良い良い感じになります。この色が、4色選んだうちの最後の色だよね。迷いに迷ってね、うん、迷いに迷ってつけた最後の色が一番評判いいという不思議だね。青にしようか、パープルにしようか、このサックスブルーにしようか、迷いに迷ってうちとしたことがどうしたこっちゃろう。このサックスブルーにした、そう、綺麗ね、うん、止めた方が君にはよく似合うね。あ、うん、それの感じよく見せてくださいって。あ、失礼しました、うん、かなりアームをこうなって、うん、カフスは結構太いとってて、はい、ここがギャザーがちょっと、はい、で袖を広、あ、腕を横にしてみて、こういう感じです。お袖はちょっと、はい、ラグラン袖でアームをちょっと広げました。半袖にしますか。楽勝です、楽勝です。好きな、はいはい、あの袖の太さがあるので、うん、半袖にしてもちょっと広い半袖になります、うんうん、好きなところで切るのは簡単です。ちょっと折り返した方に留めてもいいですしね、はい、うんうん、どうにでも大丈夫です、お任せください。で、うん、きます、はい、でいいよね、うん、あ、その感じもいいじゃない、普通にいい、スカートにしてもおすすめです、うん、はい、こちらは白とオフ白とこの赤とグリーンになります、はいはい、23,100円の3割引き、はいはい、もうね今回
あ、先日も言いましたけど、とにかく縫製工場がめちゃゴミね。16,170円になります、はい、それで納期が遅れました、うん、なのでもう鼻からサービスしてます。でですね、個人的におすすめのパンツがあるので、そちらだけ最後ご紹介したいなと思います、はいはいはい、なんかいい感じだね、その力みのなさですね、うん、でこれからモッコが履くパンツ、ちょっとこれなんかおすすめですよ。なんかおすすめって変だね、映っちゃったよなんかが。それサンガラだよね。はい、用意 しとかなくて大丈夫ですね。出します。はい、ちょっとお待ちください。トロトロっていうかテロテロ、変なテロテロではないです。ちゃんとしたテロテロ、ちゃんとしたトロトロか、テロ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 ですね。ちゃんとした、変なテレテレ、テレテレじゃないです。あのいい感じのテレテレ、程よい厚みと程よい薄さ、まあ要するにこういい感じの素材感です。それで柄の感じちょっと面白いかな、そんな感じのパンツですので、ぜひご覧くださいね。まだっすか、はい、なんかそれ綺麗だね、柄、うん、柄違いも。やっぱり個人的にはこういうきれいめ好きね。うん、カジュアルもめっちゃ好きで、スーパーカジュアルもめっちゃ好きなんだけど、きれいな感じの服って安心感がある。うん、よく似合ってるわ、履きたいだけあってね。うん、モッチーさん、みやびさんに選んでいただいたカジュアルフライデーコーディネート、先週来たら大好評でした。ああ、よかったです。特にローファー、キラキラにみんな食いついていました。ありがとうございます。いや、この間すみませんでした。ご足労いただいて。駆け込み寺シマーク、いつでもウェルカムだよね。ありがとうございます。この間の靴が、でもなんか嬉しい、靴が両方同じ。あの右側だったっていうことがわざわざ来ていただいて、すいませんでした、本当に。なんかでもよかったね、うん、なんかコメントが喜んでいただいてる感じが伝わってくるから、よかったです、めっちゃ嬉しいね。いつもありがとうございます。ありがとうございます。カジュアルフライデー、カジュアルフライデーね。これは何、これもいけますね。うん、いけるいける。ですね、ちょっとなんかいいかなと思ったんですけど、あのテロテロ素材のジャージのパンツですね、うん、フレアパンツ、うん、あの履く靴によってかなりエレガントにもなりますし、うん、あのカジュアルにもいけるので、すごいいいんじゃないかなと思います、うんうん、ね、うん、これなんかやたら食いついてるよね、もうこれ、ね、ご紹介したい、したいと思う、うん、もうめちゃくちゃお気に入りです。はい、あの根拠はありませんよ、根拠ないんですけどね。こんな感じで、うん、あの意外にないんですよね、うん、こういうの、うん、これ結構拾えるね、あの好きです、ありがとうございます。これは西西さんもバッチリだね、自転車乗れる。そう、乗れる乗れる。なんかいいねこれね、うん、ここそれぞれに柄が、柄の感じが違うだけで雰囲気変わる。そうですね、
そうなんですよ。あのここにワンタック外側にあのタックでここに分量を十分に取ってますね。その分もあるのかな、女らしい。サイズは、はい、9号フリーだ、これ38表示。一応2サイズあるっぽいけど38ですね、うん、全部38です、うん、これいい。はい、38です。ね、新西さんこのベルトもお持ちだし、いかようにも使える。これいいよね、この生地の感じがいいよね。そう、あのタラタラにならなくて、うん、しっかり目がつんでる感じのテロテロ素材で、ペタペタにもなんない、なんない、あのペショってしてないです。そう、これがこういう柄、このね、黒にベージュ柄で、うん、カットソーなんですけど、シャリシャリ、あ、そうだ、これもシャリシャリしてる、狂年のようなポリエステル。あ、そうですね、狂年綿みたいな感じの風合いのポリエステルです、うん。一応裏地はついてるので、うん、そうだ、それだ、張り付かない感じ、狂年の感じのポリエステル素材、うん、これいいですよ、うん、こだわり続けてたね、これだけは。なんかわけわかんない、今日これだけのライブにしようかと思ってたぐらい、うんうん、ダメだ。こちらがベージュ地味黒です。これね、素材感がめっちゃいいな、ね、うん。これも家でガンガンに着ててもいいですし、うんうん、あの本当お出かけとかお仕事とかどこまででも行ける、うん、旅行にもシワにならないし、もう安心安心、すごいいいですよね、うん、行儀悪くても安心、大丈夫あとこれすっごい地味に見えるんだけど、今手に持っているやつ、うん、意外に当てたら華やか、華やか、うん、あ、そうですね、うん、ね、ベージュ地っていうところがいいかも。いいね、結構これ迷うかもね、皆さん、うん、何本ずつ入ってんの？1点ずつしかなかったんですよ。ああ、そうなんだ、うん、じゃあ他のお店にはないか。多分ないと思うな。ああ、全然なかったでしょ。はい、あのこちらのパンツ、もっこちゃん一人がかりです。2号店のみらしいです。これひどいね、あたしもう分かってるわ。あ、エナメルのジャケットにバッチリ似合いそうだなって、バッチリ。あ、かっこいいと思います。かっこいい、すごい。このまま、ね、全部お持ちだから ね、 ね、うん、いいと思います、ね、でもこれ色迷いますね、本当。でもこの細かい柄も結構いいかも、意外にこれ ね、 いいですね、すっごい地味に見えたけど華やか、うんうん、こちらがですね、うん、38サイズで15,180円になります。はい、はい、これはもっこちゃんの一人がかい2号店のみ絶対渡さないっていう、なんだか、あなんだか、いや、なんかなんだかなんだかじゃないです、こちらです、はい、意外にないんですよ、こういうのが。あ、いやいや、だから一本ずつ、一本ずつ分ける、あ、いいやつでしょ。あ、いやいや、そんなことないです、はいはい、これいい ね、 ね、うん、すごくいい、いいですね、すごくいい。しかもなんかこれからの夏を存分に履けるのに秋って感じする、ね、そうですね、うん、ちょっと先取りみたいな、うん、うん、ね、うん、これパンプスとか履いたらまたかっこいいですよ、うんうん、今の感じでも全然バッチリで、うん、ああ、そうだ、先取りの秋だよ、これね、うん、なんかやっぱり最後はビシッと決まるね、ですね、こんな感じで、うん、まあ、でもまだあれだね、分けるやつを分けると1枚ずつしかないから、あの、分けてくれないと思いますだって逃げる前に寝ちゃうわ、優しい、うん、ですよね、うん、もっこの履いてるのはこれ白黒、これは白黒です、はい、白黒です。他がベージュ黒です。他は、他の2色はベージュに黒です。そう、分けてはくれませんよ、ロンちゃんさん、モッチーが分けるわけがない。ほら、1色1枚ずつしかないじゃん、なんだか、あ、本当
じゃあ心を大きくして、いちご店に持ってっちゃう。考えときます。ああ、そう、うん、まずは考えるだけで、ね、検討してみます。ああ、はいはい、もう余計な、はい、はい、相談はしません。はい、これいい ね、 ね、うん、本当に家で履くにもいいですし、うん、いろんなシーンでおすすめです、うん、どんな時でもいけます。いや、これめっちゃいいね。意外でした。意外です。うん、さすがです。1本ずつしかない、せこいぐらいなかったんですよ。あ、そう、本当、本当に。私1枚買います。あ、どの柄でしょう、ね、今、うん、もし言っていただければ。本当にこれこれは、うん、一両日中になくなりそうなので、うん、アップして。これとかいいかもね。ね、うん、一番地味めで意外に女らしい華やかさがある。そうそう。でこれがまあオーソドックスな黒地にベージュ、うん、でこっちが黒地に白で、チェーン柄で明快なのがこれか、うん、これもいいですよね。あ、やっぱり細かい柄だって、うん、ですよね。こっちかな、これじゃないですかね、うん、勝手に着てたりしてそれじゃない、こっちだよ、女っぽい。勝手に言えなくなっちゃったりして ね、 ね、 ね、女っぽくてこっちで、そうそうそう、言えなくなっちゃったみたいな、はい、黒に、ベージュっていうかオフベージュのプリント柄で、こちらがオフベージュに逆配になりますね、うん、あ、ちょっとこうピンクっぽいベージュか。あ、それそれ、それそれ、うん、これですね、これですね、はいはい、おすすめ、やっぱり、うん、すごいいいと思います。それそれですね、これがいいかな。あら、似合いかなと思います。めちゃおすすめです、うん、ね、これいいよね、うん、じゃあ今日はそのような感じでのご紹介になります、はいはい、グルーヴできませんでしたけどねはい、バテバテパッションさん、はい、じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。またあのいいの入ってますのでぜひご覧ください。今日見えたお客さん笑ってたね。また入ってる、すごい量入ってる、どうすんですか。はい、はい、困りますね、はい、次は水曜日の自由が丘ライブになります。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、あ、はい、かしこまりました。じゃあ撮っておきましょうね、はい、これね、いきます、はい、はい、はい、じゃあ今日撮っておきますね、はい、では、はい、行きます。This is the fashion. あら、声がちっちゃかった。弱ってる。弱ってる、ね。今日もありがとうございました。ありがとうございました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、これお似合いそうだよね。ね。うん。